聴覚障害のある人は、相手の表情や口の動きからも言葉を読み取るため、口元を覆うマスクより透明なフェイスシールドが必要とされています。しかし、子ども用のサイズが少なく、全国の老学校では先生が手作りするなどの対策を取っています。こうした状況を受け、P&G ジャパンは、 3D プリンターで子どもや先生らのフェイスシールドおよそ1万個を作り老学校に寄贈します素材にはリサイクルプラスチックを使っていて P&G は環境問題を学ぶきっかけにもしてほしいとしています